ガチ君こんにちは。自分はシーズン3からスト5に興味を持ち始めたため、レッドブル組手にガチ君が初めて参加した時のことを知りません。よければ当時の参加経緯、活躍の思い出話を語ってもらえますでしょうか。とっても聞きたいです。なるほど。レッドブル組手っていうのがそもそもなんかって話なんですけど、今年はまだ開催されてないけど、去年ね、5月ぐらいにロンドンで行われたレッドブル組手みたいな感じで、コロナ禍だったんでちょっと最近なかったんですけど、ようやく去年ね、久々に会ったんですけど、毎年一回レッドブルが主催する、e スポーツイベントですね。レッドブル組手っていうのが、いつも、フランスのパリで開催されとったんですけど、それが去年、はロンドン、イギリスロンドン、ラスベガスとか、で、日本でやったりとか、名古屋でやったりとか、あって、すごい大きいイベントなんですよ。世界各国の強い選手だったり、一応その、コンセプトとしては、強いんじゃけど、例えば今 CPD とか、ああいうのには参加は今までできてませんとか、それこそ、ちょっとレアキャラで、すごい活躍してる選手をもっとこう、フォーカスする感じっすよね。で、ガンファイトさんとかさ、出とったし、うずらくんもいとたし、ゴーイツさんもいとたしとかね。だけどそのちょっと、まだフォーカスがそんなにされてないけど、地元じゃすごい強いよ。そのキャラじゃ一番強いよって、西金さんとかもそうですよね。そういうキャラに、フォーカスを当てた感じで招待、プレイヤーを招待してます。はい。っていうのがレッドブル組手で、日本からも何名か、世界各国から何名か来たトーナメントで、もうすごいゲージみたいな中でね、試合をするんですよ。決闘みたいな感じですよね。っていうのが毎年あって、それのね、2017年のレッドブル組で、これもフランスのパリで開催されたやつがあって、それに僕招待してもらって行ったんですけど、参加経緯はね、確か僕がレッドブル 5G でユウくんと組んで、結果梅さんとボンさんに負けたんだけど、当時ラシドってキャラクターで、割と日本でトップでこう頑張っとったんで、モケとかジョンくんとかこれとかおって。で、トップでこうやっとって、その時に 5G で割とこう名前も覚えてもらえたっぽくて、その年のレッドブル組手にもし日本から参戦ということで、僕も東京に出たタイミングだったし、ラシード使いってこともあって、まだ世界で全然ラシード使いっていうのがまだ日の目を浴びてない感じだったんですよね、その当時は。なんで、日本で強いラシード使いのプレイヤーを一人招待しようっていうので多分僕が招待されたと思うんですけど、それを当時レッドブルの人から聞いて、もう二つ返事で、聞かせてもらいますみたいな感じで行って。だからもう当時はね、こっちにおったんで、確か東京に。で、時戸さんとボンさんと梅原さんか。あ、ネモさんもおったな。と言ったんかな、組手に。で、レッドブル組手って僕が知っとるイメージで、参加者の人にノベルティっていうのかな、あれって。当時のその協賛、スポンサー、のものをプレゼントするっていうのがあったんですよ。で、前の年はね、なんかプレステ4をもらっとったらしいんですよ、全員。ソニーかなんかがスポンサーだったけ、なんかな、レッドブル組手仕様のプレステ4を参加者全員がもらっとって、で、なんか俺それは知っとったんで、あれもしかしたら俺なんかもらえるかもしれんと思って。で、行って、もらったのが、ちょっと今もう、ここにないんですけど、向こうの部屋にあるんですけど、もう収めてるけど出せんのんすけど、プレデターのノートパソコン、多分当時30万ぐらいするノートパソコンを、参加者全員にプレゼントしてました。で、僕ももらいました。写真あります。そう。名古屋の時は、セイコーがスポンサーだったんで、みんなに時計、その時の時ありますよ。で、僕もね、その時ね、まだ東京に出たばっかりで、まだ言うて右も左もわからん状態で、で、とにかくそういうレッドブル組手に招待されたっていうのはめちゃくちゃ嬉しかったし、絶対結果残したいなとは思って、挑みましたね。参加経緯としてはそんな感じです。5G で、目立てたんで。時間は合ってないけど、こんな感じの時計をね。これが、参加者全員に配られた時計ですね。これレッドブル仕様じゃないんですけど、でも、一応これをもらいました。で、で、当時、インフェクシャスとか俺初めてその時会ったんですよ。インフェクシャスと初めて会ったのは、そのレッドブル組手2017年の時で、で、俺はインフェクシャスのこと知らんくて、で、時戸さんとかは知っとったんよ。ウルフォーからおるプレイヤーで、すごいなんかね、特殊なプレイヤーなんよ、みたいなことを、その時時戸さんに言われて、
で、俺と時戸さん結構野試合しよったんですよ。ホテルの部屋で野試合したり、あとはなんか、そのフランスのゲームバーじゃないけど、ちょっとまあその個人経営の、まあでもフランス勢がよく集まる日本のそのゲームカルチャーをフューチャーしたお店みたいな感じで、まあそこに連れてってもらって、時戸さんとも行ってね、二人で行って、いろんな人と野試合しよって、その時にインフェクシャスがおって、で僕初めて会ってね。で、ネカリだったんですよ。確かキャラが。なんか今まで日本でやったことあるネカリと全然タイプが違くて、一生なんか待ってくるし、あんま飛んでこんし、自信めちゃくちゃうまく打ってくるしで、え、何このネカリと思って、え、こんなん絶対負けんぐねって最初思ったんよ。で、やったら普通に負けて、そう。で、時代さんが、ガチまだまだやなーみたいな感じでこう、俺がちょっと一応見せたるわ先輩の威厳つって言ったら時代さん負けて、強えな、インフェクシャスとか言って、戻ってきたんよ。おう、マジっすかとか言って、あんなに勇んでいったのにと思って。で、なんか、二人で、インフェクシャス強くねみたいな話をなんかずっとしよって。しかも、インフェクシャスね、当時ね、選手として出とったっけな、あれ。あ、出とったわ。うん。まあ、その時初めてインフェクシャスを知りました、僕は。すごい強いなと思っとったら、その後の CPT でもすごい活躍しだして、あ、やっぱりそれが強かったんだなっていうのを改めて再確認したんですけど、まあ、インフェクシャスと初めて会ったのもそこか。まあ、大会よね。大会確かね、1回戦インフィル、2回戦が時戸さん、3回戦ネモさん、で、4回戦のグランドファイナルネモさんにリベンジされて負けたんかな ?2 位だったんや。で、確かね、1回戦のインフィルが、その前のシーズンは確かナッシュで、めちゃくちゃ勝っとったんじゃけど、ナッシュが確か弱くなったかなんかで、キャラを変えとったんや。カリンにしとったんや、カリンに。で、当時のカリンって、まだパンクとかがおったんじゃけど、多分そんなにね、評価されとらんかったんじゃないかな、当時って。多分その後ぐらいだったのかな、パンクがすごかったのって。でもその前からすごかったか。だからなんかカリンがでも、言うてちょっと評価が上がってきたぐらいで、インフィルもカリンを使っとって。で、まあカリンは当時やっぱ孫さんも使っとったし、まあ、ボコボコされとったけど、結構カリン戦の連動があるぜ、みたいな感じで挑んでって、で、なんかね、すごい緊張はしとったんじゃけど、なんかね、やっぱりラシード対策がそこまで知れ渡ってなかったなっていうのがやっぱり一番勝てた要因ではあるんですけど、当時ね、やっぱり世界で見てもラシード使いっていうのが少なかったんで、でなんか普段はあんまり通用せんようなネタもすごい通用したりとかして、でインフィルもね、普段のやっぱりこっちを焦らせて攻めさせるみたいな動きを多分しよったんじゃけど、逆にこっちの方がその時当時は手数が多分多かったんで、割とインフィルの方を翻弄させれたっていう感じ。だもんで結構インフィルに対しては、割となんかこうあっさり確か勝てたなっていう感じがしますね。で、その次が時戸さんだったんか。てかそこで時戸さんに勝てたのやばいな、今思ったら。なんで勝てたんじゃろ。ただなんかね、それはやっぱりね、ラシードってキャラクターが、まだそんなに対策されてなかったっていうのが、一番なんですよね、実は。やっぱそれ以降時戸さんの大会だったら、大体俺しょられてましたから。じゃけ、その時はまだラシードの対策がそこまで時代さんたちができてなかった。まあそれは仕方ないんですよね。僕も東京出たばっかだったし、そんな対戦しとらんかったんで。で、やっぱりその玉抜けだったりとか、ね、普段されてない玉抜けの距離でまあ僕がしたってのもあったじゃろうし、まあワールとかもね、やっぱりなかなか止めれんじゃん。しかも当時プレステ4で、ワールも強い時期だったし、もうそのゴリゴリに攻め上げて、勝って。もう完全に対策の意表をつく感じよね。で、ネモさんに対しても、そうだったんじゃけど、ゴーキってキャラクターは、まあまあ結構、プレイヤーも多かったんで、ゴーキ使いが。結構できよったんです、対戦を。ただ、ユリアンっていうのが、俺対戦経験がそんななさすぎて、で、しかも、ユリアンが確かね、出始めたぐらいのタイミングだったの、ネモさんが使いよったのって。で、多分シーズン2ぐらいのユリアンが多分一番強くて、最強だったよ、多分。エイジスも強い、EX セットも強い、タックルも強い、中足も強いみたいな、コパンも強いとか。最初はね、今まで通りに勢いで結構俺勝ったんですよ。ネモさんのユリアンにね。勢いで勝って、やっぱ優勝できるかもしれんって思ったんじゃけど、やっぱネモさんね、すごいんですよ。その、負けた範囲をちゃんとカバーしてくるというか、その、多分ね、その試合やりながら、ガチ君多分ユリアン戦知らんなっていうのを、ネモさんがね、分かったんですよ。
俺がユリアン戦を知らんっていうのを対戦、負けたけどネモさんが。負けたんじゃけど、多分俺はユリアンのキャラ対策できとらんよなっていう、ガチ君はできとらんよなっていうのを理解して、もうなんかね、すごかったよ。お前知らんだろ、みたいなのを永遠やられた記憶がある。で、俺も知らんけえさ、一生それを食らったり、ガードしたり、反撃取れんかったりっていうのを繰り返しまくって、今思ったらめちゃくちゃぬるい対策俺なしとんよね、とか、選択肢とか。だから当時はなんかやっぱそれで勝っとったんで、で、ネモさんももうなんか、やばかったよ。暴走者みたいな感じで、開幕 EX タックルとかかましてくるし。で、あれよあれよとリセットされて、もう最後の方は、ちょっともう無理かなっていうのを若干自分でも思いながらもやってましたけど。まあ結局それでネモさんの勢いを止めれず、そのまま逆転優勝されたっていうのが、まあ、レッドブルー組めて2017年初めて出た時の感想なんですけど。でもね、俺がね、初めて行った海外大会が、スト5で初めて行った海外大会がレッドブルー組めてなんですよ。その大会で2位、まあ1位じゃ、1位の方がすごいもちろん嬉しかったけど、まあ、2位っていう好成績を残せたのは、もしかしたらそこで、その今僕がこうレッドブループレイヤーでこう活躍できてるのは、その時のきっかけがあったんかもしれんし、まあ、その時のね、あの2位っていう経験がやっぱり成功体験になって、それからの大会で結構勝てるようになったかもしれんしっていうね。すごいなんか印象、僕の中ではすごい印象というか思い出があるなというか、感慨深い大会だったなっていうふうには思ってますね。まあ、エゴサしたったね。ああ、当時向こうでまあエゴサした。ガチ君で。気持ちかったなあ、あの時は。こんなガチ君って書かれたことないぞと思って。Twitter で。ああ、エゴサしまくったわ。その次の日の観光で、ネモさんとハミコさんとかでなんかエッフェル塔かな？とかなんかいろいろと観光して帰ったな。それ。まあ、すごいいい、ね、こう、プロ活動がしていけるいいきっかけになりました。スタートダッシュをね、いい形でスタートすることができましたね。当時は。そんな感じです。